関係ですよね。今ね2人の連携がありました、距離感も非常に良かったですよね。ブルーノペスそしてミシェウという連携が見られました。新潟稲葉さん、両チームの監督の談話が入りました、はい、お願いします。まずは福岡篠田監督です。後半の入り方を注視。おっとゴール前、まあ、ちょい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 ミシェウ先制はアルビレックス新潟。ミシェウが決めました。0対1。いやいい形でミシェウやはり飛び込んできましたよね。ボールも、ね、飛び出しも素晴らしかったですよね。完全に福岡のディフェンス陣が置いてかれてましたよね。5年ぶりの J1 となっているアビスパ福岡からすれば先に失点食らってしまいました。今のこのシーン、チョヨンチョルからミシェウでした。そうですね、もう完全にフリーですよね。キム・ミンジェ自体ね、はい、攻撃的な選手なんで、そこの背後はね、やはりあのポジションの変更もありそうです。さあここも仕掛けるかというところではありますが、シンプルに送り込んでくる。取りましたよね。しかも最後はニアマーク続いてたと思うんですけど、その前を完全にうまくつきましたよね。これが J1 の戦いの難しさなんでしょうか。5年ぶりのアビスパ福岡2失点目。いや新潟にとってはこれ非常に大きな1点ですよね。この試合はもちろんのこと、今後の戦いブルーノペスのことを考えると、いきなり開幕戦でゴールが生まれたというのは吉村さん大きいですよね。本当にね。いやそうですよね、やはりあの前半 の最後のチャンス決めれなかったというところでもね、はいはいはい、チームとしても大丈夫かなというところあったと思うんですけど、しっかりねこれ決めたことっていうのはうまく変えたりとかしてきてますので、なかなか難しいんですよね。理想としては中央にボールを集めながらやはりサイドから崩したいですよね、はいはい、しかもサイドの速いボール、まあ、そういったのはキム・ミンジェなんかにはね求めていきたいですよね。あのピッチの中谷さん、はい、アビスパ福岡、まあ、2人同時買いましたが、現状システムとすればこれそうですね、あの 4-2-3-1 なんですけれども、はいはい、あの右サイドの山形選手がやってたポジションに末吉選手が入ってますね、はいはいはい、それであとはちょっと前の方に奈良岡選手と城吾選手が残ってるんですけれども、あとこれも抜けましたね。チュンチュルだ、チュンチュル、こぼれたところ押し込んだ、個人のマッチアップで仕掛けられてますよね。こういったところはやはりあの J1 と J2 の違いなのかなというところを感じる部分ですよね、はいはい、それに先ほどから同じパターンでずっと攻められてるんですよね。このパターンもそうなんですけど、最後は藤田誠也、またチョヨンチョルが絡んでいます。完全に、ね、集中力もストロングなポイントになっていると思いますので ね、このサイドの攻防は一つ見どころですよね。ジュビロ磐田は23番の山本がオリンピック代表、この選手が右サイドハーフ。さあこれはチャンスだ、酒井豪徳、これは超4チョルか、これはゴールのペナルティーエリアの中で倒された。ペナルティーキックを獲得しました。そして33番の藤田に今イエローカードが出されました。やはりこのチョヨンチョルのスピード、ヨンチョルの今武器が出ましたね。そうですね。しかしこれは構えているのはミシェウです。 PK はどうやらミシェウが蹴るようです。ミシェウは開幕戦でもゴールを決めています。 J リーグの今シーズンの第1号は10番のミシェウが決めました。これは別の選手がセットし直して、チョヨンチョル本人が蹴ります ね。やはり
この PK を獲得したヨンチョルがやはり自分が蹴る、ミシェウをキャプテンの本間がなだめるシーンもありました。さあヨンチョル決まりました、新潟が先制ゴール。まず前半の6分、チョ・ヨンチョルが自ら PK を獲得したそのペナルティーキックをしっかりと決めました。小山さん、はい、まず新潟が先制です。そうですね、この PK の助走がね、非常にゆっくりだったんで、はい、川口もタイミングをもしかしたら取りやすいかなと思ったんですけどね、しっかり、読んでても取れない場所に蹴ってきましたね。狙っていきました。チョ・ヨンチョルの今シーズンの初ゴールとなりました。新潟が先制1対0。このチョ・ヨンチョルは昨シーズンは11ゴール、途中までは得点王を取りましたケネディと並んでいました。こういう形でサイドでですね、はい、2人で近い距離でボールを回して、ある程度そのゾーンに相手のディフェンスが増えてくれば一気にああいう形でサイドチェンジを狙ってますので、ね、ブルーノロペスです。前線に残っているブルーノロペスからゴール前、いい形になった、右足シュート、ブルーノロペス前半立ち上がり3分、あっという間の得点です。相手のボールを奪ってサイドワンツーで崩して、前向きのブルーノロペスがそうですね、ここでワントラップでかわす、そして足の裏で返したの誰でしたかね。そのままね、顔を上げたままボールを蹴り込めますので、はい、非常に精度の高いシュートがコーナーに飛んでいきましたね。そうですね、はい、ちょっともったいないシーンではありましたね。9分スローインからチョ・ヨンチョルのヒール、あーこれはやはり前向きでプレーさせたら強い選手ですね。さあ J1 通算ホーム50勝に一歩前進、マルビレックス新潟、ブルーノ・ロペス今シーズン3ゴール目。やはり新潟のカウンターを受けたくないんでね、ガンバは。あちょっとヘディングの後ろに行く、同点、ミシェウが決めました、新潟追いつきました。こういったことが大きいんですよね、はい、ああいったバウンドの処理の仕方ですよね。ガンバのクリアミス、その隙逃しませんでした。新潟同点に追いついています。ですよね、ここのマウンドをもう少し体を寄せていればね、はい、それではヘディングが後ろにまずは流れます。いやこういったところね、もうほんの何センチ何ミリのところの足の出方っていうのがね、やはり見せようなんて出る。J1 初ゴール、ここに鈴木大輔、最後は触るだけというボールでした。見事な戻しでしたね、これはスリッピーなんでキーパーの山口は弾くしかなかったんですけど、右サイドでこぶれたボールを折り返した、この精度はね、はいはい、抜群でしたよね。鈴木大輔はリーグ戦初ゴール、
通算初ゴールが生まれています。まあ、一方で今交代でピッチを、これは東北電力ビッグスワンスタジアムから一つブーイングが聞こえました。15番の太田も持ち味を発揮しましたよね。そうですね。この仙台は前節はガンバ大阪に勝利しました。そして今日が新潟戦、いずれもさあブルーノロペス、ブルーノロペス突破してクロスに味方、先制ゴール、アルビレックス新潟、3試合ぶりのゴール、味方今シーズン初ゴール。ボランチからサイドに一つポジションを上げた味方、値千金の先制ゴール。このシーンです。ブルーノロペスがよくキープして折り返したところ、味方が押し込みました。ゴールするにはね、いくつかのすごくいいシーンが重なるんですけど、ここでまずインターセプトをして次のチョイスが前っていうこと、そしてここからまた深く入っていって、このニアに川又が詰めてるんですよね、はい、それによって2人を引き連れましたよね。先制はアルビレックス新潟。そしてまたこのね、味方をこのポジションに置いたことがこの直後に現れましたね。内田さん、はい、東北電力ビッグスワンスタジアム久しぶり。アルビレックスはここ8試合勝ちのない8試合では、まあ、総得点が3点ということで、ゴールがまさになかなか奪えない展開が続いています。前に当てて田中トム、縦に裏にスルーパスを通してきた、これが通った、ブルーノロペス、ゴール前に2人の選手が入っている、シュートに行く、ゴール、ブルーノロペス、先制点はアルビレックス新潟。今のね、ボールを中に切り返した時点でシュートがあるっていうのはなかなか予測できませんでしたね。意外性がありましたね。ゴール前に今選手が2人ほど入っていたんですが、選択したのはシュート。ブルーノロペスは今シーズン4ゴール目、またの間を抜けてきました。ここで本人はね、中に切り返した時点で顔を上げてませんから、はい、なるほど、パスをすることは考えてなかったんでしょうけどもね、周りの選手としてはパスかなという予測をしたのかなと思いますけどね。しかしやはりシュートを打つということが、うん、やはりいかにまず最初の選択、まあ、共にしっかりと守ってから攻撃するチームだけにセットプレー重要になってきますね。そうですね。ボールマウスを守るのは今日誕生日です、29歳になった植草。さあペナルティエリアの中にオレンジのユニフォームが 1,2,3,4,5,6 人入ってる、狙ってきた、先制ゴール、アルビレックス新潟、田中アトム、前半の13分、最高のボールでしたね、速さ高さ。ここまで9試合勝利なし、長いトンネルを抜けたい新潟、ニアサイド、そうですね、スピードと高さと角度ですね、3つ揃えになる監督ですけれども、はい、そういった意味のベンチワークも楽しみになってますね。そうですね。新潟がチャンス、低いボール、ブルーノロペス、クロスバー、そして再び田中アトム、今日2ゴール目、欲しかった2点目、その2点目も田中アトム、いや素晴らしいゴールでしたね。このヘディングクロスがまず素晴らしかったですし、このヘディングのコントロールですよね、これどうしてもセカンドボールに対してガツンとヘディングしたくなるところですけども、しっかり落ち着いて冷静に当てるだけ、押し込むだけっていうね、非常に力の抜けたいいシュートですね。はい、今日は何かこう試合の開始直後か
1点リードはヴァンフォーレ甲府、白のユニフォーム、このパウリーニョのフリーキックでした。大きくクリア、アルビレックス新潟、ブルーノロペスが追っていくが、後ろからブルーノロペス奪ってシュート、同点に追いついた。最後山本が対応していたところ、その山本とこのキーパーの荻高田の間で新潟ブルーノロペス奪って、今シーズン5ゴール目、新潟同点に追いついた。ストライカーって感じですね、これはこのまま甲府ボールへと収まるのかと思いきや、後ろからブルーノロペス、まさにボールをハンティング。これね、簡単シンプルにプレーしてもよかったんですけどね、ちょっと軽率でしたね、ディフェンスもね。簡単に荻に渡してもよかったと。そうですね、もう少し早い段階で。ペナルティーマークのあたりに4人5人固まりました。さあ田中アトム蹴って遠いサイド止まって、またヘディングシュート、もう一回石川ヘディング、下がった野沢のこれは長いボールです。クリアとも言える長いボールを蹴ってきました。一番後ろから新潟はやり直す形になります。鈴木大輔です。鹿島の方もちょっと遠藤が積極的な仕掛けを見せて点を取りました。新潟も立ち上がりで山口元弘さんからコメントありましたように、時に本間がちょっと前に行って、前に行ってますよね、というシーンが出ています。フリックしました、反応、田中アトム、チャンス、新潟、田中アトム、ペナルティ、田中アトム倒れて、あ、違う、イエローカードが出ました。PK ですよね、 PK です、 PK です、はい、西が PK、 お、これは新潟も PK をゲットしました。シンプルでしたが、はい、いい崩しを見せました。長いボールからね、セカンドボール寄って、田中トムがね、本当に前に突っ込んできましたからね、思わずファウルになってしまいましたけどね。ピッチ山口さん、はい、ああやってあの中盤のオフェンシブな選手が後ろから出てくるシーン増えましたね。そうなんですよね、まあ、非常にそのやはり後半ちょっと仕掛けるというのが両チームに見えてましたので、はい、まあ、それぞれ PK 取れましたけどね。先制した鹿島 PK、 これが56分、野沢、一方後半の間もなく14分になります。59分から60分という時間で新潟 PK、 蹴るのはエースストライカーブルーノ・ロペス、見事に右の上に決めました。これで同点です、1対1。小さくガッツポーズしました監督黒崎久志も、鹿島戦はフルス対決、これでブルーノ・ロペスが PK を決めてスコアはタイです。思い切って、ねえ、あそこは取れないですね。指紋の曽我畑のこれはノーチャンス、素晴らしいキックで同点ゴールをねじ込みました。ストライカーのブルーノ・ロペスです。ブルーノのゴールが決まったんで新潟サポーターがちょっと元気が出てきました。田中アトムがボールをプレースしました。ペナルティースポットあたりに石川あたりもいて高いボールが来ました。小笠原のヘディングはまだこの位置、ブルーノ・ロペス、スライディングアレックス、ミシェウ、モモトラップから上げます、真ん中狙ってきた、新潟チョヨンチョル勝ち越しました、43分、新潟逆転。仕事をしていなかったといったすぐ後に出入れましたね。右サイドでミシェウがモモトラップから抜けて手前に入れました、はい、アレックスの、ね、クリアボールをうまく取ったっていうのが良かったですね。その後も落ち着いてましたもんね。ここはまんまと手前にフリーで入ってきました、チョヨンチョル、しまったと歩道を噛んだ鹿島を時すでに遅し、その位置にはチョヨンチョルがすでにいました。大きな1点が新潟に入りました。エスパルスです。まだ手元の時計では4分30秒、コーナーキック2本目、鋭いボールがファーサイドからヘディング、今度は決まった、先制、
ルビレックス新潟、頭でネットを揺らします。いや今狙い通りでしたね、おそらくファーサイドのところに構えてましたんでね、はい、これはキーパーの薄いとしても仕方がない。そうですね、2本目のコーナーキックはまず頭で、そして低いボールでそのまま頭でつないでいきました。どうしてもね、一度折り返された時にはどうしてもボールウォッチャーにディフェンスになりやすいので、そうなるとセカンドボールを去られてしまいますよね。石川が決めて先制はアルビレックス新潟です。石川監督の指示を受けて新潟川崎どのような戦いをしてくるのか。後半も7分が経過しました。通算タイムで52分、三角、田中、アトム、狭いエリア、酒井豪徳、本間勲中に入れていく、ワンタッチ、ブルーノ・ロペス、右足シュート、1点先行アルビレックス新潟、決めたのはブルーノ・ロペス。試合が動いた。ただこのゴール、ブルーノ・ロペスが蹴り込みましたけども、はい、その前のミシューのワンタッチですよね、はい、これでもう勝負あったかなという感じですね。一気に湧くビッグスワン、ブルーノ・ロペス今シーズン7ゴール目、このワンタッチですね。そうですね、まあ、相手はそれほど寄せが距離があったんで、こう止めてプレーしてもミシェルとしては良かったんですけど、こうワンタッチでプレーすることでね、はい、相手の視線を振り切れますよね、はい、ブルーノ・ロペス。下村に対してのイエローカードになったのでしょうか、確認次第またお伝えします。素早いリスタートで始めている新潟です。ミシェウかわしていきます、縦に当ててワンツーでもう一度ミシェウ、本間開いている村上、ここから自分の特徴の攻撃力見せられるか、縦に仕掛けてクロスが上がる、いいボールだ。クロスは移籍後初スタメンの村上。いやすごいコース、もう点でしたね。あそこでしか合わせられないところに素晴らしい質のボールが入りましたね。シュートも簡単じゃなかったと思いますけどね。前回2得点の田中アトムが今日も決めました。そしてアシストを決めたのは背番号25番の村上。縦に仕掛けていいクロスでした。1回タイミングずらして縦に行って、はい、石井もマークについていましたが、それを対抗のワールドカップで日本がどれだけ活躍をして日本のサッカーを示せるかっていう、そこで海外からの信頼を得るということも非常にこう代表に課せられた大きな使命ですよね。そうですね、本間勲、そしてミシェウ、中央に田中アトム、ブルーノ・ロペスが右に張っている田中アトム、その後ろショ・ヨンチョル、どうする、かわしてミシェウだ、ミシェウシュート決まった。先制ゴールはアルビレックス新潟、最後はミシェウ、サイドをうまく使った攻撃、チョ・ヨンチョルが落ち着いてラストパスをミシェウへ、完全に崩したというシーンでしたね。今日も先制点を挙げました。ブルーノ・ロペスがサイド、右サイドからこの位置に田中、あとのチョ・ヨンチョル、そして最後はミシェウと、綺麗な攻撃でした。そうですね、まあ、ここもね、ヨンチョルも非常に冷静でしたよね、冷静ですし、清水のディフェンダーとしてはちょっとね、クロスがファーサイドに流れて、うん、その折り返したボールを失点するっていうケースがね、ちょっとこう数試合気になりますね。その飛び出した選手を見つける時間ができあるってことですよね。しっかりボールを動かせてるってことだと思いますね、はい、さあここはミシェウにボールが渡る、ミシェウが少し時間がかかった、ただチョ・ヨンチョルがいる、中央には田中アトムがいる、ループシュート、チョ・ヨンチョルのゴールでアルビレックス新潟追加点。チョ・ヨンチョル勝ちません以来4試合ぶりのゴールとなりました。今シーズン3ゴール目、8月10日のキリンチャレンジ
カップ日韓戦ではおそらく日本代表と対戦するであろうこのチョ・ヨンチョル、見事なゴールです。落ち着いていましたね。そうですね、やっぱり真ん中でワンクッション入ったのもありますし、でもこのチョ・ヨンチョルに対して誰がファーストディフェンダー行くのかっていうところで2人マークには行ってるんですけども、ちょっとはっきりしない時間を与えたためにこうねしっかりと狙いすましたいいショットでしたけどね、まあ、今シーズンは後半も31分を過ぎています。清水のシュート本数がなかなか増えていませんが、あこれは新潟またチャンスだ。ブルーノラパスが1対1を作るか、ブルーノラパス今度は決めるかどうか、一旦かわして中央ミシェル決まった、ヘディングの跳ね返しから一発で裏に抜けてというところでしたけど、これねあまり清水の良くないパターンですね。最後のこう時間が迫ってくるにつれてカウンター一発で失点を重ねるっていうのはね、ミシェル今日2ゴール、崩しブルーノ・ロペス・ミシェルこのラインはね素晴らしいですけどね、ブルーノ・ロペスはああいった狭いエリアでも狭いスペースでもシュートを打てる選手ですから、まあ、自ら行くのかと思いきやしっかりと見ていましたよね。そうですね、柔らかいボールで直接狙ってきた印象がありましたが、そうですね、そしてコーナーキック、このコーナーキックもどうやらアンデルソンが蹴るようです。中央にはブルーノ・ロペス、アディショナルタイムも3分を過ぎています。さあ新潟4点目はあるか、素晴らしかったですね、アンデルソン・ゴンサがデビュー戦で見せました。そして千葉がリーグ初ゴールという、新潟にとって嬉しいニュースがまた一つ。柏木入れていく、小田はキャッチ、この集計では浦和がシュート6本に対して新潟が2本、菊池直也ボールを持って行く、浦和狙う、浦和ブルーノ・ロペス倒された、どうだ、これは笛が鳴る、 PK だ、イエローカード、ゴールキーパー加藤のイエローカード、これね菊池のボール運んだのが非常に良かったですよね、小沢から受けたボールですよね、やはりこのね、新潟としてはこのセンターバックの、はい、センターバックの裏のスペースですよね、まあ、ブルーノ・ロペスとしてはちょっとボールコントロールを誤ったようにも見えたんですけれども、まあ、ああいうふうにルーズボールをキーパーと競り合うときには、先にボールを、はい、特にボール先に触るということが大事ですからね、なるほど、そういう意味ではそれで得た PK と言えるわけですね、さあ、ね、ゴールマウス守るのは加藤、新潟は1点差に迫るチャンス、キッカーはミシェウ、注目です。決まった2対1、ミシェウ2試合連続のゴール、これで5得点目。あ、菊池の持ち上がりでゲームが一気に分からなくなりました。そうですね、この辺のやっぱり切り替えのところのスピードが少しずつね、はい、あの変化が見られてくるかもしれないですね、はい、完全に逆を取りましたミシェウ、前節清水戦2ゴール、組織的ですね。そうですね、ブルーノ・ロペス、なかなかそのハンドをアピールするが守備も、うん、PK ですか、手に当たりました、ね、手に当たりました、え、PK を取りました、長 PK をしたのは
ケです。この場面、ハンドです。アディショナルタイムの4分のうち、この PK を決めてあと何秒時間があるかですね、新潟にとっては。 PK の時は時間が止まる、はい、おそらく今92分45秒ですから、おそらく PK を終えた段階で浦和のキックオフで2分ほど時間があるということになります。そうですね、ただ新潟はまずこれを決めなきゃいけません。ブルーノ・ロペス、浦和もし止めれば決定的です。決めた。さあ1点差、おそらく2秒あるでしょう。浦和レッズとしては今日の2点は何か PK2 点というアクシデントの甘んじていました。近藤、今日は9試合分のスタメンです。とにかくガクトを使ってよかったという信頼を得たいと、前節の無失点を崩したくないとも話してましたね。はい、ここは裏に抜けていきます。ブルーノロペス中に出ていく、アンデルソンの前、シュート。先制点は新潟、新規加入のアンデルソンの初ゴール。まずはいきなり新潟が先制点を奪いました。0対1です。フォワードのブラジル人2人で取りました。そうですね、この後抜け出した後、ここで、そのカバリングに関してちょっと、神戸の方がらしからぬ形になりましたよね。大久保の方戻ってる形になってますからね。そうですね、最初はディフェンスラインの一番外は西大吾、大迫興梠がいる、後ろに1回下げる、酒井豪徳よく奪った。オーバーラップは石川だが、西の戻りも早い。中へアンデルソン、外にはロペスがいる。まずロペスを確認しました。そうですね、はい、ボールを持つとロペスを探します。本間勲が上がってきています。ロペス、高い豪徳、折り返し、本間勲対鹿島アントラーズの三鷹のような。本間勲のミドルシュート、見事でした。そうですね、素晴らしいコンビネーションでしたね。ここでこの後ね、酒井ゴールキーパーの間に入れるかと思ったんですけど、マイナス取り返して。本間勲は今シーズン初ゴール、酒井豪徳も左サイドハーフの起用に応えました。ただね、この本間勲のインサイドのキックですけども、これも簡単そうに見えて当てるのは簡単じゃないですよね。やっぱり基本的なそのインサイドを受けれるようになったので、ね、はい、前にこうどんどん仕掛けていけるようになりましたね。ブルーノ・ロペスから酒井豪徳、先制ゴールをアシストしました。今日は左サイドハーフ、初めての左サイドハーフで4試合ぶりのスタメンです。中に入れていくロペス、後ろから右足、田中アンドム、どうする、ロペス田中トムの見事なミドルシュート。そうですね、はい、そこまで の, そのアンデルソンのクロスもね、はい、素晴らしかったですね。このキーパーがかぶるクロスですけども、アルビレックス新潟欲しかった追加点。ここねもう少し寄せられると、ディフェンスとしては寄せられてよかったかなと思うんですけどね、はい、何かこうディフェンダーに足を出させる間を与えないクロスでしたね。そうですね、ですから、まあ、守備側としては、もう一歩でも寄せておくと、あの角度でボールは上がらなかったのかなという気がしますけどね、はい、チーム力というのはありますよね。そうですね、まあ、この状況を見てどっちがこうどっちの争いをしているかというのは判断しにくいゲームではあると思いますね、そういう意味ではやっぱりそのポストに当たるところがあと何センチかで入るかどうかっていうのも、やっぱり運だけじゃなくて、なるほど、決める力っていう意味でもすごくシーズンを通して大事なことになってきますね、はい、まあ、逆に今日新潟に対する横浜 F マリノス、これは田中アトム奪うとチャンスになるがキープした、一旦後ろへ
村上ダイレクト上げる超音楽ヘディングシュートー1点先行アルビレックス新潟決めたのはクンクルJ1 残留へ負けられない一戦アルビレックス新潟およそ1ヶ月半勝ち越し試合ぶりの勝利へ決めたのはチョヨンチョルのヘディング、まあ、ここでね田中智也がしっかり時間を作って相手を寄せたんでね、大外が空いてきましたね。はい、体を張った田中智也、クロスは村上、ドンピシャリでチョヨンチョル。そうですね、村上のダイレクトのクロスも素晴らしかったですし、そのヨンチョルの相手のマークに疲れる。3タイムで58分、後半も13分が経過しました。酒井豪徳打てる、右足狙っていく、決まった J1 初ゴール、酒井豪徳の初ゴールだ。ゴールネットを揺らしたアルビレックス新潟追加点、後半の14分、欲しかった追加点、みんなから祝福される酒井豪徳。これは本人もイメージ通りのゴールですよね、割れるような拍手。まあ、なんと言いましても酒井豪徳はユースからの生え抜きということで今年3年目のシーズンを迎えましたが、何かこうオラが町の選手というのはサポーターにとっても非常に強いですからね。そうですね、酒井豪徳が J1 リーグ初ゴール、そしてミシュー1対1、ミヤシュート、怒涛の攻撃、アルビレックス新潟3点目。豪徳の初ゴールの興奮が何かこう冷めぬうちにあっという間にこのミシェウでした。ちょっとこの栗原と中澤というこのベテラン2人にしてはちょっと不用意な。そうですね、ただこの1人ブルーノ・ロペスがプレッシャーいった後にミシェウがその次のこぼれ球をすぐもう狙ってるっていうところがね、いいところ良かったですし、こう失点を重ねていく中で、はい、ミスからの失点、個人のミス、得点は3対1、まだ分からないですね。まだ分からないです。通算タイムで71分、後半も26分が経過しています。残りは20分を切って19分、ミシェウ、チョヨンチョル、F マリノスは再び3点差にされることは絶対に許されません。ミシェウどうする、ブルーノ・ロペス時間をかけてきます、本間勲、村上、シンプルに入れていく、決まった、ブルーノ・ロペス、栗原、飛び込んだブルーノ・ロペス、マークについていたのが栗原というのも何か皮肉な感じもしますが、あ、ちょっと肘のあたりを痛そうにしています。これで得点を2桁に乗せましたブルーノ・ロペス、10ゴール目。どの場面でしょうか、ちょっとプレーから点は取れないですからね、その迫力がちょっとないかなという感じしますね。さあジュニーヌが前を向く、中へのボール、ボールがこぼれている、山瀬のシュート、中村健吾、ここもよくこらえました、アルビレックス新潟。本間だったでしょうか、最後のスライディング体を投げ出していきました。そしてカウンターになるか、ミシェルが1人かわす、ちょっと飛び込んじゃいましたね、左にはブルーノ・ロペスが空いている、そのブルーノ・ロペスにボールが渡る、ブルーノ・ロペスがゆっくりと仕掛けて右足のシュート、先制点は新潟、ブルーノ・ロペス今シーズン中1点目、見事な攻撃でしたね。いや、そうですね、
まさにこのピンチの後のチャンスを生かしましたね、新潟ね。まずミシェウのあのテクニック、まあ、飛び込んでしまったという声もありました。これミシェウこの前のプレーなんですけど、はい、稲本がボールに食いついてそこをうまくかわしたんですよね。そしてブルーノ・ロペス自ら右足、ただね、このブルーノ・ロペスうまいのはコースを作ってですね、はい、で自分のイメージした通りのシュートしてますね。全く抜くとかそういうことじゃないですね、コースを作っただけなんですね、はい、抜き越してはいないが、はい、コースだけを作ってしっかりもこのシュートのイメージを持ってコースを作ってシュート打ちましたね。いや素晴らしいシーンでした。相馬監督としてはやられたなというシーンです、はい、ただアルビレックスとしましては黒崎監督が目指すサッカー前線大きな狙いになると思いますね。中村健吾があそこのポジション、まあ、ボランチの位置に入ったんで、はい、ああいうシーンというのはもっと増えると思いますね。ここで奪ってクスカミです。クスカミは縦ジュニーニを走らせる、中には山瀬、そして矢島、ジュニーニが中を見る、ジュニーニからのボールにアサイド、矢島が突っ込んでいきましたがゴールはなりません。そしてミシェウに通るか、胸でトラップしてかわしていく、これもかわす、さあゴールキーパーと1対1、中を使ったブルーノ・ロペス、またもやミシェウからブルーノ・ロペス、アルビレックス新潟追加点。いやー見事なカウンターアタックですね、はい、まずはミシェウの胸のコントロールが素晴らしかったですね。はい、こうチャンスピンチだったんですよね、新潟にとってはここのこのコントロールですね、ディフェンダーの前で胸でコントロールするんですね、一気に返します、はい、入れ違ってここも球際ですっとこう入れ違って最後パスですからね。素晴らしいプレーでしたミシェウ、まあ、ブルーノ・ロペスもよく詰めてたと思いますよ、出てくると確信してやっぱりなんか詰めてたと思うんですよね。伊藤もついていったんですが、伊藤もよく最後までついてたと思いますけど、いや本当にこの2人ね、この立ち上がりが非常に注目ですよね。そうですね、あの新潟のキックオフで始まって、はい、全体が、ね、左サイドに寄ってたんで長いボールを使うのかと思ったんですけどね、はい、まあ、最初の新潟の入りとしては、まあ、それほどいいキックオフではなかったなという感じですけどね、さあここで内田潤、今シーズンリーグ戦は初先発です。田中アトムがサイドを変えてくる、左サイドにはチョ・ヨンチョルです。韓国フル代表の経験もあります。本間勲ミドルシュート決まった、いきなり先制ゴールはキャプテンの本間勲、立ち上がりわずかまだ2分です、いきなり先制ゴールを挙げました、立ち上がり2分アルビレックス新潟。その前からね大きなサイドチェンジを狙っていたんですよね、その田中アトムが変える前からサイドを大きく変えるっていう狙いが現れてて、このゴールもねそこから生まれましたね。いきなり今日注目に挙げていました先制ゴールが新潟に入りましたよね、山さん。そうですね、やっぱりこう、チョヨンチョルのところで、今の結果にも出てるんじゃないかなという印象を持てるんですよね。そうですね、さあこれは福岡チャンスになるか、なんとかクリアは新潟です。吉村さん、はい、そのあたりやはり福岡の、まあ、もちろん J1、J2 舞台に大きな違いはありますけれども、その辺、まあ、去年とのチーム力の差、そのあたりも出てるんですかね。いやそうですね、これチャンスですね、チャンスですね。さあミシェウそしてチョ・ヨンチョルが、うん、ふわっとシュート、チョ・ヨンチョル得意のふわりシュート、ループシュートが決まった、新潟は追加点。いやこの、ね、ミシェウのいわゆるその吉村さんもおっしゃっているバイタルの使い方ですよね、ここで時間をつけるとやっぱりサイドバックの真ん中絞らないといけないですからね、そうすることでヨンチョルも今フリーな状況で、もう思い通りの狙い澄ましたシュートでしたね。アルビレックス新潟追加点、チョヨンチョルの今シーズン5ゴール目が入りました。これチョヨンチョルの得意な形なんですよね。そうですね、この状況を作ったこのミシェウと、まあ、田中とも外から入ってきてますけども、相手をここに集結させる周り全体の動きですよね。はい、ここでカット、末吉、高橋、山形がここはカバーに入ります。向こうのサイドで田中、しかしこれは新潟、田中アトムが奪いました。チョ・ヨンチョルがブルーノ・ロペス、
ブルーノロペスが突破していく。この辺の、ね、上半身の強さですよね。ブルーノロペス、そしてチョヨッチャル、今日2点目、新潟試合を決定づけると言ってもいい大きな3点目が入った。福岡は苦しい。速攻が決まりました。この表情は丹羽、このね上半身の強さですよね、やはり失いません、うん、ここもそうですね、ディフェンスが行くのかキーパーが行くのかっていうところがちょっとはっきりしてないために2人ともここで役割をなくしてしまいましたね、はい、まずチョヨンチョルのアイデアがありました。内田さん、はい、やはりこの時間での3失点ということになりますので、もちろん選手たち含めてゲームを決めることのできるパスを次々と出してきます。ガンバの中盤、鈴木さん、はい、アディショナルタイムは1分です。そのアディショナルタイム1分に突入しました。菊池直哉を抑えていきます。あー、これもいいボールだ。ミカドどうする。ブルーのロペスが手を上げる。ミッチャルいった。先制ゴールはアルビレックス新潟、決めたのはミカド。2ゴール目、素晴らしいゴールだったです ね、 ですね、低いボールでね、このねバウンドしてるのが、ね、キーパーにとってはきつかったですね、うん、菊池のボールも素晴らしかったです。この田中のね、動き出しも素晴らしかったですよ。得点は1対0、前半のアディショナルタイム、ホームのアルビレックス新潟、ミカドのゴールで1点を先行。さあ注目の本間勲、ゲームをしっかりと落ち着かせています。中央で受けたのがチョヨンチョル、先制ゴールのミカド、田中アトム、今日のゲーム非常に運動量豊富。スルスルっと村上が上がってくる。その村上にボールが出た。ゴール前2人がいる。折り返していく。ヘディングシュート、ブルーノロペス、追加点はアルビレックス新潟。村上素晴らしかったですよね。素晴らしいですね。ここまで回数は多くないですけども、やっぱりサイドバックは上がる回数も大事ですけど、何ができるかっていうことですよね。そうですね、もう質のいいね、最高のボールだったですよね。まあ、ここに出したこの田中智のパスもね、そこしかないところでしたからね、うん、村上の折り返しにアルビレックス新潟のトップスコアラー、ブルーノロペス、今シーズン13ゴール目。これこう中から離れて